新潮各番みんらゆうか、みなさんこんにちは、ゆかです。みなさん、日本人が会話の中でよくまあと言っているのを聞いたことはありませんか？日本人は本当によくこのまあを使います。みなさんもこれが使えるようになると一気に日本人っぽくなるので、今日は一緒に勉強していきましょう。まあの意味は大きく分けて5つあります。1つ目、とりあえずこれをしてくださいと勧めるとき、まあこちらに座ってください、まあお菓子でも食べてください。2つ目、自信がないけどやってみようというとき、この問題難しそうだけどまあやってみよう、合格しないだろうけどまあ受けてみよう。3つ目、ちょっとためらいながら意見を言うとき、まあやめた方がいいよ、まあ食べない方がいいよ。4つ目、十分ではないけど我慢できるぐらいの気持ちのとき、まあこれでいっか、70点、まあよくできたかな。5つ目、相手をなだめるとき、まあ落ち着いてください、まあそんなに落ち込まないで。はい、たくさん意味がありますね。まあとりあえず使い方を見ていきましょう。昨日最悪だったよ。寝坊して上司に怒られて、仕事で失敗してまた怒られて、電車で財布もなくしてさ。そっか、大変だったね。その話は置いといて、まあ乾杯しよう。明日ゆか先生も誘おっか。いいね。あ、でもゆか先生明日日本に帰るって言ってたよ。へえ、そうなの。でもまあ電話してみようか。今日新しいカフェ行くんだ。あのカフェ？あそこはまあ行かない方がいいよ。コーヒーめっちゃまずいから。もうなんで？なんで連絡してくれないの？何回も連絡してるのに。まあまあまあ、そんなに怒らないで。明日テストって知ってる？そうだった、忘れてた。今日彼とデートなのに。どうしよう。まあ、いっか。はい、どうですか？まあの使い方、わかりましたか？まあ、難しいと思うけど、とりあえずまあ、使ってみてくださいね。バイバイ。こーい、エンポンヘヨ。なんかラジー、交際長エンボイ。あ、オッケーオッケー。なんかね、本来チュンタセハプなんかね、チャンハイトアイケンヤ、もう一回ハイゲタイ、なんかなんかなんか、ファイフン、なんかこう、なんにあね、トゥニャ、何かという言葉の少し崩れた言い方。この店で何か食べよう。あなた何か言いたいことがあるでしょう。トゥハイ、例を出すとき。ベトナム料理ならフォーやバインミーなんかおすすめです。トゥバ、言いたいことを少し和らげるとき。これなんか似合うんじゃない？このピアスなんか素敵じゃない？トゥトゥ、少し否定的な気持ちの時。お前なんか大っ嫌いだ。トゥナン、理由はわからないけどとか、うまく説明できないけどという気持ちの時。今日なんか楽しいね。彼のこと
なんか好き。たつあてぃ、こうてん、もっかずんぬあね。どーら、あんまり意味がないときも使います。会話の中でちょっと考えてるときとか、話し始めるとき、とか、と同じように使います。なんか、もういない、ひよかん。今日なんか暑くない？ね、なんかもう真夏みたいだね。彼、顔はブサイクなのに、なんかかっこよく見えるね。なんかわかる気がする。なんかお腹すいた。なんか変なお菓子ならあるよ。なんか明日犬肉パーティーがあるらしいよ。何それ、なんか面白そう。なんかうまくできないんだけど。なんか絡まってるね。なんかな、暇だな。日本人の中にはなんかが口癖になっている人もいるので、あんまり意味がないことがとっても多いですよ。カムンコー、おかずいきっぴょーもいごいもんはっかいびーはい、コメンおずいね。みなさんありがとうございます。バイバイ。しんちゃんこういうか、ちゃうえん、ちょうえんほいにゃむいにゃはいのい、いい感じ、悪い感じ、そんな感じ、感じらじに、えんちゃんちこわバーディー、ばんあ、ビデオランチョこだにゃい、ぐおコメンラ、先生、漢字の使い方を教えてください。去年、本来、構成、在米海、続くわと漢字ね。漢字は、感じるの漢字なので、私はこういう気持ちですという時に使われます。他にも、雰囲気という言葉のように使われたり、まあ、だいたいそんな感じですという意味や、少し言葉を濁したい時にも使われます。説明してもちょっと難しいと思うので、たくさん例文を見ていきましょう。パトウ、神戸牛食べたことある？あるよ。どんな感じ？食べるっていうか、口の中でとろける感じ。昨日合コン行ったでしょ。どんな感じだった？ブサイクばっかりだった。でも一人だけいい感じの人いたよ。ねえ、タティンってどういう意味？好きじゃないのにメールを送ったり遊びに誘ったりすることだよ。ナンパみたいな感じ？そうそうそう、そんな感じ。今日美容院行くよ。いいね、どんな感じにしたいの？サムライちゃんみたいな感じ。ねえ、だるいってどういう意味？疲れて体を動かしたくない感じだよ。こういう感じ。ねえねえ、この日本語合ってる？間違ってないけど、なんか変な感じだね。ゆか先生、明日のパーティーに誘ってくれた？誘ったけど、なんかあんまり行きたくなさそうな感じだったよ。最近、彼女とどう？まあまあいい感じだよ。いい感じ。わーん、もいもい、こうひょうかん。ぐいにゃってくのい、ほんぞおぞん。ねん、とぅ、感じ。はいら、なんか。はいら、みたいな。
どつずざっにょ。ねうすず。という感じ。せえび。もいもいのいら。もいほんこらっちゅん。もいもい。はい。ちゅういね。はい。ぴっぺよ。こつなおほんひょ。はい。コメントね。たっかコメントはもいもい。こせえ。だっぺん。ねん。にょ。コメントね。バイバイ。こういうかしんがい、こういうかディプラン、ゆか先生かわいいですね。かわもいもい。こういうかおい。あ、ざっかみ。来エマ。あ、こだんらんじでい。本làm gì cả? Em lại muốn học cái gì? À, bạn bè người Nhật của em hay nói Atsui nda kedo, kawaii nda kedo, nói nhiều kedo 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 kedo. Kedo là gì nhỉ cô ơi? Ok, ngồi đây em ơi. À, vâng ạ. Hey.Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã comment cho cô. Hôm nay cô sẽ giới thiệu về cách sử dụng kedo. Ở video lần trước, kedo được comment nhiều nhất. Kedo có nghĩa là nhưng mà. Cách sử dụng thứ nhất, kedomo và kedo を省略して使う言い方。食べたいけど太りたくないよ。眠いけど明日テストだから勉強しないと。買えないぜ、ルンファン。はい、スーズ、トゥハイ。若者がよく使うけど。はい、スーズ、ナイ、ドク、ノイチェ、ノイ、ザッニョ。ビーズ、ね。これ、おいしいんだけど。あ、めっちゃ楽しいんだけど。như này nha. Thật ra thì nó không có ý nghĩa, nhưng khi muốn nhấn mạnh thì mọi người hay sử dụng. 実はあんまり意味がないことが多いんですが、あ、おいしいというよりも、おいしいんだけどと言った方がより感動している気持ちが伝わります。おいティッアンティッチョ。ねえ、ベトナム語難しすぎるんだけど。はい、今日テストをしますよ。やばい、全然勉強してないんだけど。はい、プレゼント。え、いらないんだけど。ねえ、あの人見て、めっちゃイケメンなんだけど。スーバー、後ろに言いたいことが隠れていることもあります。カイツーズゴイクンラーサオケドミンモンノイモカイジド。はい、ジュンタ。はい、クンセンビーズね。ねえ、みんなの日本語ここに置いてたんだけど。ね、今から焼肉食べに行くけど。ちょっとうるさいんだけど。もうなんで浮気したの？私のこと好きじゃないの？いや、好きだけど。はい、もいもいだあ、きよちょ。はい、ルエンタタッニョーニェ。お、こおい、ちょいもいにゃす、はい、にゃお、くわけど、けれど、けれどもラジオッケー、こうちゃろいにゃ。けど、けれど、けれどもは丁寧さが違います。けどは友達と話すときに使います。けれど、けれどもは目上の人と話すとき、敬語を使うとき、あとはビジネスの場や書くときはけれどかけれどもを必ず使ってください。
いつも話すときはけどで大丈夫です。 OK? おー、em hiểu rồi ạ. Hay, cảm ơn mọi người đã xem video của cô nhé. Hẹn gặp lại, またね。Xin chào các bạn, mình là học sinh của cô Yuka. Hôm nay mình sẽ giới thiệu gì ấy nhỉ? Em đang làm gì đấy? Oh, cô Yuka ơi, lỗ thế. Em đang quay chúc ạ. Nhìn lên, nhìn lên. Sao em lại quay chúc đấy? Xin chào các bạn, cô Yuka đến rồi nha. Trong hội thoại ngồi nhặt nói nhiều tê đúng không? Mình thường gặp rắc rối với từ tê. Cho nên là hôm nay cô Yuka sẽ giới thiệu cách sử dụng tê nhé. Em diễn sơ cửa đấy. Sao em lại nói phải là cô nói chứ? Mà thôi, không sao. Xin chào các bạn, lại là cô Yuka đây. Hôm nay cô sẽ dạy về cách sử dụng tê nhé. Cách sử dụng thứ nhất, 誰かが言った言葉や何かに書いてある言葉を引用するときに使うてこれは何々とに置き換えることができますよ。この部屋飲食禁止って書いてあるよ。どうやったら漢字が覚えられるのって聞かれたから100回かけって言ったよ。はい、続く。はい、前の言葉が後ろの言葉を説明しているときに使うてこれは何々というに置き換えることができますよ。ああ、まあ忙しいってほどじゃないけど暇ではないよ。ゆか先生って日本人知ってる？はい、スーズ、トゥーバー。話題の主語に使うてこれは何々はに置き換えることができますよ。あいつマジで嫌い。あいつって誰のこと？ベトナム人ってほんと綺麗だよね。ゆか先生ってほんと変だよね。はい、続く。トゥー、相手が言ったことに対して話すときに使うて結婚したくない。結婚したくないって今さら困るよ。日本に行ってどうするの？どうするって、遊びまくるに決まってんじゃん。はい、スーズ、ブーナン。他の人から聞いた話を伝えるときに使うてティンビエッラーニェーノイ。あ、 N1 合格したって、おめでとう。傘持ってきた？今日雨が降るってニュースで言ってたよ。はい、スーズ、トゥーサオ。自分の気持ちを主張するときに使うてこれは語尾と同じ働きをします。チンビエッラーバオラーハイダバオラー。ねえねえ、これ読める？はぁ、バカにしてる？そんな簡単な漢字ぐらい読めるって。来週テストだよ、もっと勉強しなさい。もう分かったって、うるさいな。もしもし、お金はあるの？友達はできた？ご飯はちゃんと食べてるの？もうお母さん心配しないで、大丈夫だって。ガイクスーズ、トゥーバイ。何々と言ってものって。ああ、お花見
行きたかったよ。めっちゃ楽しみにしてたのに。そんなこと言ったって雨が降ってるんだからしょうがないでしょ。もう無理だよ。いくら勉強したって N1 なんか合格できないよ。バカ、言い訳してないで勉強しなさい。はい、もう一回ひよちはもうにゃっはいすずすて去年らねうもう一回のいちゅえぞんもうにゃってはいすずすてねにゅんまねうすずさいかいてほんすにゃねんはいすいね。はじめまして、私ってゆかと申します。はじめまして、私はゆかと申します。カムオモイゴイザニョビダアセンクリップはこうね。コウカムタイザブイビモイゴイダアホッケンニャッザチャムチウィラム。皆さんのコメントを見ていつも嬉しく思っています。また皆さんが一生懸命日本語を勉強していることにとても感心しています。素晴らしい。ハッケンニャッコーガンホンヌアニャヘンガプライ。またね。アロアロ、こういう顔おい、やばいラジ、半端ないラジ、微妙ラジ。Em mới sang Nhật mà chẳng hiểu mấy từ đó. Thế à? Vâng, cô làm clip cho em xem với. Mà cô nhớ diễn số vào nhé. Diễn số là gì? Cô không hiểu. Thôi, cô làm nhanh nhanh lên nhé. Em lên trường thấy. À, ok.Đợi một chút nhé. Chào mọi người. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là năm từ vựng ai học tiếng Nhật cũng phải biết. Bởi vì giống như học sinh mình nói ban nãy, người Nhật nói rất nhiều mấy từ này, nhất là người trẻ. Vì vậy các bạn nhỏ học thuộc và đem ra sử dụngĐúng trong cách tình huống theo như clip này nhé. Thứ nhất, yabai. Yabai có nghĩa là nguy hiểm. Yabai, 寝坊した Yabai. Nhưng mà gần đây, yabai có nhiều ý nghĩa. Tính từ hầu hết có thểthay thế やばい. À, à, ừ, ừ. À, Việt Nam ngữ の発音やばい. À, 今日やばい. これやばすぎ. あの子やばい。うん、これやばい。Người trẻ ở Nhật Bản hay nói từ やばい, nhưng nếu nói やばい nhiều sẽ bị mọi người nói là người có vấn từ vựng ít. Cho nên là hãy chú ý nhé. Thứ hai.半端ない。半端ない。こうにあら。Good boy! 素晴らしいとか、すごいと褒めるときに使う言葉です。半端。こうにあら。ビントゥオン。はいら。コンホンハオ。半端ない。ら。はい。のい。はい。こう。半端ではない。ちょねら。半端ない。こうにあら。Good boy! にゃ。昨日のサッカー見た？メッシマジで半端ない。
彼の勉強量半端ないね。ずんもりの動画半端ないよ。すぐ日本語覚えちゃう。スーパー微妙ヒーコンペノイトバークンコンペノイソーベアイドビクジーカイジードジュンタスーズドゥ微妙タツアティニアクアドゥ微妙コーホイキョクもっちゅっね。私の彼氏、性格はいいけど顔は微妙なんだよね。 N1 合格するか微妙だな。微妙。トゥトゥ、余裕余裕こんにあら、こずすトゥナイ、ドクツーズ、ヒムオンノイズエン、ハイラー、コンサオ。ベトナム語とか余裕だし。おおおい、こんなの余裕で持てるよ。トゥナム、めっちゃもいごいだげにょうとめっちゃどんこんめっちゃこんにあらざ。おーめっちゃおいしい。めっちゃ楽しい。あーめっちゃだるい。めっちゃ眠い。おーめっちゃかわいい。はい、デディ、ジュンタ、クンセン、ホイ、トワイ、ゴイニャ、スーズ、ニューテナオ、ね。やばいやばい、あの人見て、めっちゃイケメンじゃない？ほんとだ、半端ないね。でもその横の人は微妙だね。確かに。ね、声かける？連絡先教えてくれるかな。余裕でしょ。絶対教えてくれるよ。行こう。明日漢字のテストだね。全然勉強してない。やばいよ。俺もう漢字1000個覚えたよ。もう余裕。マジで半端ないね。俺も今日で1000個覚えられるかな。それは微妙でしょう。エモイ、ダーヒオチュア、エムヒオゾーゾーや、カモンコ。オッケー。もう一回、コーヒオカン。ナムトゥブ、ナイドクツーズ、ボイバッベ。ドンツーズ、トゥナイ、ボイカプチェンや。今日勉強した言葉を使って日本人の友達とたくさん話してみてください。ヘンガプライ、またねー。こーおい、カムオンコービークリップ、ほんちょくね。お。エモい。こーん。có gì cho em hỏi thêm, nhiều lúc em thấy người Nhật sao họ nói nhanh thế. À, trong sách rõ ràng ghi là ăn nó mà người ta nói là ăn nó, thế là sao hả cô? Được, để có làmClip này giải thích cho mọi người nhé. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng học tiếng Nhật của người Nhật. Người Nhật luôn luôn nói nhanh và khách với trong sách, đúng không? Xem clip này thì mọi người sẽ hiểu được
tiếng Nhật của người Nhật nhé. Mọi người đã nghe từ này chưa? Nè 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 nè, 何やってんの？どんざファイラー、何やってるの？今、もうやったいのいにゃん、ねん、る、態度いたいん。うん。現役今後、ざっにょう、とにゅうて。一つ目、ラリルレロが、うん、になる言い方。あー、もう、わかんない。あー、つまんないな。あ、おかえりなさい。ああ、たまんないね。ねえ、お金あんの？はい。君かわいいね。彼氏いんの？もう帰んの？あん。何見てんの？二つ目、いがなくなる言い方。うるさ。いた。熱っ。高っ。安っ。うまっ。やばっ。だる。三つ目、最後を伸ばす言い方。あー、うるせえ。たけえ。あ、やべえ。うぜえ。おもしれえ。すげえ。あー、だりー。あー、ねみー。あちー。あー、金ねー。美人じゃね？これはちょっと乱暴でだらしなく聞こえてしまう言い方なので、使い方には注意してください。女の子は特に使わない方がいいと思います。私もほとんど使いません。でもこういう話し方をする日本人はたくさんいるので、聞いてわかるようにしておきましょう。Đây là cách nói khó khăn thô lỗ và không chỉnh chu nên là các em cần chú ý khi sử dụng.Đặc biệt, các bạn nữ thì không nên sử dụng khô cứng rất ít khi dùng. Nhưng các bạn trẻ Nhật Bản rất hay nói như thế nên các em cố gắng ghi nhớ để có thể hiểu được khi gặp hiểu như thế này nhé. 皆さん、今日勉強した言葉をぜひ使ってみてください。一気に日本人っぽくなりますよ。ヘンガプライ、またねー。こういう顔おい。あ、エンベヌクゾや。うわ、もういたいさんやっま。こーい、バイゾ夏休みま。あー、ひょうぞい。お土産どう？ハンカー？ Nope。まあ、エンライフィエンコーチュッヌアニエ。ベンニャッ。em thấy người ta hay nói こうやって、そうやって、はいら、こういうふうに、そういうふうに。あ、あ、あ、được rồi。vào đi。em cảm ơn cô。xin chào mọi người。có nhớ cô không? hôm nay chúng ta lại học những cách nói trong giao tiếp thường ngày nhé。trong nội bốn chúng ta đã học cách nói。どういうことですか？どういう意味ですか？ゾイに。で、チャロイ、コホイ、ナイ、チュンタセ、スズ。こういう、そういう、ああいう、ね。
のこぎゃぞんぼい。このようにそのようにあのように。それってつまりどういうことですか？だからこういうことです。ああ、そういうことですか。今日も綺麗だね。君のように美しい花をプレゼントするよ。あら、あなたのそういうところが大好き。あいつ、いつも見えっぱりだね。そう、ああいうやつは大嫌いだよ。わいかっのい、なにざこんこ。かっのい、かっぬあ。バイザーをこうせ、ぞいてよね。もう、あなたの顔なんか見たくない。さようなら。いつもああやって出ていくけど、1時間したら帰ってくるんだよな。いつもそうやってダラダラしてるからずっとデブなんだよ。うるさいな。じゃあどうやって痩せればいいの？こうやってもっと動いて働きなさい。まずこうやってこうやってそうそうそうやって、次こうやってこうやって違う違うこうやって、おこうやって OK。連絡返ってこない。絶対浮気だ。もう私のことなんか嫌いになったんだ。そういう風に考えるのやめなよ。彼も忙しいだけだよ。ねえねえねえ、こういう風に踊ってみて。え、こう？何これ？楽しくない？みんな、ああいう風にゴミを捨ててはいけないよ。エモイ、ダヒオチワ、エミオゾヤ、ワイワイ、コーヒオカン。こういう、そういう、ああいうは、これ、それ、あれを思い出してくださいね。自分がしていることはこういう、人がしていることはそういう。二人から遠いものや、二人が思い出して話をしているときはああいうを使います。皆さん、たくさん練習して使ってみてくださいね。ヘンガプライ、またね。いえいえ、嘘。へえへえ、ほら。皆さんこんにちは。お久しぶりですね。皆さんお元気でしたか？今日は日本人が会話の中でよく使う相槌を皆さんにご紹介したいと思います。相槌というのは会話の中でうんうんうん、へえ、あ、そうなんだ、うんうんうん、こういうのを相槌と言います。相槌を打つとあなたの話に興味がありますよ、あなたの話を聞いていますよということを伝えることができるので、会話の中で相槌を使うことはとっても大切です。新茶学班老本学に学班会中本来構成ぞいてよ相槌ね、相槌ザッザッ관청청회와의는각방련답니오바댐자수즈네이에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 一つ目이에이에これは相手が言ったことを否定するときに使います。いいえと同じ意味ですね。特に褒められたとき、あとはありがとうと感謝されたとき、ごめんなさいと謝られたときに、いえいえと使うことがとても多いです。日本語が上手ですね。いえいえ、まだまだです。ご迷惑をおかけして本当にすみません。いえいえ、
気にしないでください。今日はご馳走していただいてありがとうございました。いえいえ、とんでもないですよ。こちらこそ来てくださってありがとうございます。嘘嘘嘘。二つ目、嘘。これは信じられないとか驚いた時に使う言葉です。実際は信じられないとは思わなくてもちょっと驚いただけで嘘と使うことがとても多いです。彼 N1 に合格したらしいよ。嘘、すごすぎるね。ゆか先生、日本に帰っちゃうんだって。嘘、なんで。嫌だよ。さっき宝くじで100万円当たったよ。嘘、冗談でしょ。三つ目、何か不満があるときに使う言葉です。こんな風にと不満そうな顔をするととってもいいですよ。みんな帰るよ。まだ帰りたくない、もっと遊びたいよ。お昼はラーメンにする。いつもラーメンばっかりじゃん。ねえねえねえ、あの人めっちゃイケメンじゃない？そうかな、普通じゃない？へえへえへえ。四つ目、へえ。これは本当によく使います。相手の話を聞いていますよということを伝える相槌です。知らなかった話を聞いた時に使う言葉ですよ。へえへえへえ。このように言い方によっていろんな場面で使うことができます。ゆか先生、結婚したらしいよ。へえ、そうなんだ、よかったね。ズンモリってハノイにあるらしいよ。へえ、知らなかった。これ、彼氏にもらったんだ。へえ、かわいいね。ほら、ほら、ほら。5つ目、ほら。これは使い方が2つあります。1つ目は相手に注目させたいとき。ほら見て、ほらそこ、ほらほらほら。ティミエラキヤキヤハイラナオナオ。ねえ、携帯なくなった。そこにあるじゃん、ほら。ほら見て、ズン先生だ。ほんとだ、写真撮ってもらおう。ねえ、関西弁話してみて、ほらほら。やがましいな、黙れや。二つ目は、私の言った通りでしょと言いたい時です。相手に何かをアドバイスしたのに相手がそのアドバイスを聞かずに失敗してしまった時に、ほら私の言った通りでしょというふうに使います。ティンビエッラータイチュア。あー眠い。ほらだから昨日早く寝ろって言ったのに。あ、こぼれた。ほらだから危ないって言ったのに。はあ、昨日彼女に振られた。ほら、毎日連絡しないからだよ。各班おい、時間のい、相づちぞい、らごいはい、せ、にんば、ばん、もこま、だいぬおんも。あ、いえいえいえ。へー、嘘。ほら。嘘。へえ。あ、うっちみんのいぞい。
như anh ấy。はい、皆さん今日は5つ相槌を覚えましたね。たくさん会話で使ってみてください。また次の動画でお会いしましょう。ヘンガプライ、またね。新着각방정글리쇼준비인다합배。うそ、へえ、ゾイニー、각방다노이력쥬아。今日も相槌を5つご紹介したいと思います。皆さん、相槌を打つときは気持ちを込めることがとっても大切です。この動画を見ながら一緒に行って練習していきましょう。それではスタート。1つ目、そう？準備했다、てや。これはそうですかを短く言った言葉です。相手が言ったことに対して自分はそう思わないとき、本当にと疑う気持ちがあるときにそうと言います。これは目上の人には使ってはいけませんよ。ねえ、最近太ったんじゃない？そう？体重は変わってないけどな。これまずすぎる。そう？俺は結構好き。あの子めっちゃ可愛いね。そう？微妙じゃない？2つ目、そうそうそう、キンゲッラドゥンドゥンドゥン。これは相手の意見に私もそう思うと同意するときに使います。これも目上の人には使ってはいけませんよ。ベトナム人の男性って本当に優しくてかっこいいよね。そうそう、いつも荷物を持ったりドアを開けたりしてくれるよ。あいつ本当にいつもうるさいよね。そうそう、昨日もずっと歌って踊ってたよ。はあ、このソファー気持ちよくて一度座ると立ち上がれないよ。そうそう、それいいよね。私も買おうかな。3つ目、そうですね。これはそうですねとは違いますよ。そうですね、このように使います。これは私は今答えを考えていますという状態を表すことができます。と同じですね。そうですねと使うことも、とても多いです。ベトナムから日本まで何時間くらいかかりますか？そうですね、飛行機で5時間くらいです。ゆか先生はベトナムに来てどれくらいですか？そうですね、もうすぐ1年になります。ね、ロングとショートだったらどっちが好き？そうだな、ショートかな。4つ目、そうなんだ。準備した。バイ。ああ、はいだ。せや。これは相手が言ったことに対して反応する相槌です。そうなんだにはあまり意味がありません。だから気持ちを込めて、そうなんだとか、そうなんだとか、そうなんだ、このように言ってください。気持ちを込めずに、そうなんだと言うと、あなたの話に興味がありませんと聞こえてしまうので注意してください。これも目上の人には使ってはいけませんよ。明日から日本に帰るんだ。
そうなんだ。いいね。お土産よろしく。ベトナムってミルクティーのお店いっぱいあるんだよ。へえ、そうなんだ。知らなかった。ね、ゆか先生、日本に帰っちゃうらしいよ。そうなんだ。大好きだったのに。5つ目。そっか。これは、そうなんだと同じような意味ですが、ちょっと残念な時や、かわいそうだなと思う時に使うことがとても多いです。そっか。ちょっと悲しそうに言います。これも目上の人には使ってはいけませんよ。昨日、彼女と別れたんだ。か、まあ、もっといい人がいるよ。あいつ、N1 不合格だったんだって。そっか、あんなに頑張ってたのにね。ごめん、今日残業しないといけないからデート行けない。そっか、でもしょうがないね。仕事頑張ってね。はい、今日も5つ勉強しましたね。皆さん、気持ちを込めてたくさん練習してください。相槌は気持ちが本当に大切です。また次の動画でお会いしましょう。天下プレイ、またね。ね、あ、こんにちは、リナイムニダ。皆さんこんにちは、リナです。あのさ、これさとかさの意味が結構わかりにくいんじゃないのかなと感じました。これは友達同士でよく使うんですけど、この言葉を使うことによってもっと親しい仲になれる気がします。なので今日は何々さをマスターしてみましょう。まずこのさの意味なんですけど、大きく3つの役割をしています。一つ目は、私がこれから話すことをよく聞いてほしいなという時に使います。つまり耳を傾けて聞いてねという意味になります。そして二つ目は、この言葉は文節の間や接続詞の後に使うことが多いんですが、まだ私の話は続きますよ、話は続いてますよという時にも使ったりします。そして3つ目が、何々さを使うと話しやすくなったり言いやすくなったりします。なのでリラックスして雰囲気が柔らかい感じで使うことができます。ねに置き換えることもできるんですけど、ねは女性がよく使う言葉じゃないですか。さは男女両方とも使えるので、さを使うことが多いです。だいたい意味が分かったと思うので、実際に使ってみましょう。あ、そういえばさ、昨日さタピオカ飲みに行こうとしたんだけどさ、まさかの1時間待ちだったの。それでさ、めちゃくちゃめんどくさくなってさ、結局諦めたんだよね。これさ、友達からタンプレでもらったんだけどさ、実はあんまり気に入ってないんだよね。リナはさ、これどう思う？まあちょっと微妙だけど、でもさ、せっかくくれたんだからさ、使わないと悪いんじゃない？あのさ、話あるんだけどいいかな？ん？急にどうしたの？例えばさ、私が君を好きだって言ったらさ、どうする？お、テスト100点だったの？すごいじゃん。まあ私だってやればできるからさ。でさ、テストで100点取ったからさ、プレステ4買ってくれるんでしょ？ということで、こんな感じで使っていきます。あのさ、もしかしてさとかは本当によく使うので、皆さんもよかったら使ってみてください。ちなみにですけど、例えば引っ越しすることになったさというと、引っ越しすることになったよというただの方言になってしまいます。なのでそこは気をつけてください。ではまたね、バイバーイ。